翼を授ける。おっすおっす、青クリシャンです。大木原です。今日の話題、初心者が初めてボクシングするときに自分が構えてつったときに、自分がオーソドックスかサンスポーか見分ける方法としては、最初はどうしたらいいでしょうか。一番簡単な方法は、立っていただいて、これやります。ここでやりますか。これやりますか。見えるかな。一番簡単な方法はですね、そうこうやって立っていただく、立ってもらって、まあ後ろの人に、その何ですかね、見分けろ、後ろの人にも不意に本当にポンと押された時に出した足が右足だったらサウスポー、そう左足だったらオーソドックスで、その出した幅がその構えるスタンスの幅ですね。そうですそうですそうです。これがなんですか、自分が教えてもらったその見分ける方法というか、そっちが力出るよっていう感じの見分け方なんですけど、ちょっとやってみてください。もしかしたら多分オーソドックスだろうと思っててやってて、そうやってちょっとポンと押された時に右足が前出るっていう人は、多分もしかしたらサウスポーの方が力が出るかもしれないですね。でちなみに自分は18年間ボクシングやってるんですけど、それを奥村さんにやった時、自分はサンスポーになっちゃったです俺オーソドックスですけどそこだったらもういいんじゃないか。そうオーソドックスよ。そう、でもサンスポーも練習してるし、どっちもできるようにちょっとうっすら感づいては言いましたサンスポーいざやってみると力入るな、しっくりくるな、しっくりくるなと思ったけれども、ちょっとお楽しみに、今後どうするか。これでも簡単に分かるんで、ちょっとやってほしいです。そうですね、確かにすごいおーってなりますね。本当なんか常識、自分がオーソドックスだと思ったサウスポーの人って結構いると思うんで、これをやってみてほしいですね。化けるですかね、全然違いますからね、本当に。確かにそれこそ今言っちゃっていいんですか、モハンドラゴンさん。モハンドラゴンさん、はい、もちろんです。今奥村さんがモハンドラゴンさん、はい、今ブレイキングダウンで、2017年の時に確かK1 のワールドグランプリで準優勝されてる選手ですね。めちゃめちゃいい人ですね。めっちゃいい人ですね。ネパールの怪人って言われてますけど、1回だけ話したことあるんですけど、挨拶がオスですからね、堀さんと一緒。モハンさんもサウスポーで最初自分のパーソナルに来られたけど、サウスポーで構えられてやってたんですけど、なんでサウスポーなんですかって言った時に、モハンさんは相手がやりにくそうだったんでサウスポーにしてました。でさっきのちょっとバランスやったら左足前に左に回した。そうなんですオーソドックスな、オーソドックスでして、モハンさんびっくりしてました。びっくりしました。でやっぱりオーソドックスでやるとやっぱ力が乗るんで、私こっちでやりますっていう今ずっとオーソドックス、今オーソドックスで練習します。本当モハンさんはなんていうんですかね、天性のパワーのみでやってるみたいな感じなので、今いくつでしたっけ、45歳でもムッキムキですからね。そうですね、いやすごいです。体めちゃくちゃいいですね。また次ブレイキングダウンも12月決まってるっぽいんで、確か出場頑張ってほしいですけどね。本当は今回呼びたかったんですけどね。そうなんですよね、今回はちょっと呼びたかったんですけども、ちょっと試合も間近なんで、また終わってからとか多分時間あるんで、コラボしたいですね。ですね、話いろいろ聞きたいですね。ブレイキングダウンとかですね、いろんなちょっとオーディションの荒れてるオーディションの現場ですよね。ブレイキングダウンですね、結構YouTube で見たりするんですけど、ショート動画よく見るんですけど、いますね、面白いです。面白いです、めっちゃ面白いです。アウトサイダー VS ブレイキングダウンありましたね、この前で。自分の世代がアウトサイダーだったんで、K之助さんだったり、おおすげえ面白いと思いまして、黒石選手ですか。そうですね、かっこいいですよね。あの人は俳優をやりながらやってますよね。ああ、かっこよかったですね。あのブレイキングダウン出た時に、はい、あの落ち着いた感じ、はい、もうとんがってないっていうか荒れてないというか、そうですね、落ち着いた大人の感じがかっこええと思ったんですね、はい、黒石選手がアウトサイダーバリバリに出てた頃ってもう荒れてましたね。荒れてました。黒石選手がちょっと負けたりするとみんながこうそれがなんかこうそう、面白かったですね。かっこよかったですね。いや本当かっこいいですよね。体もムッキムキですし、はい、この前勝った時もすげえかっこよかったですね。写真とか見たんですけど、そうですね、かっこよかったですね。キックが入ったんでしょう。はい、キックが確か入った。そうです。延長かなんかになって右ハイでダウン取って、それで判定勝ちだったんじゃないですかね。確か。そうですね。面白いですね。ブレイキングダウンもやっぱり今視聴率がめっちゃいいんでですね。うん、まあいろいろありますけど、もしかしたらここからそれがしっかりとこう定着して、ね、1分間の格闘技がしっかりとした格闘技になるかもしれないし、ボクサーも結構出てるんですよね。出てますね。そうですね、すごいですね。出てるんで、確か秋兵衛さんが出ると言われてたんで、もう秋兵衛さん自分のチャンネルでもう言われてるんで、ぜひ応援してあげてください。多分上がった時はもうそうですね、やってるかもしれないです。2月ですね。2月なんで、あ、じゃあギリギリ多分、はい。これ多分流してるのが多分1月ぐらいだった。はい。2月のブレイキングダウン出るって言われてたんで、結構ゴリゴリでもう YouTube で宣言されてるんで、はい。頑張ってほしいです。秋兵衛さんのパンチやばいですか。しかもそれをオープンフィンガーみたいな。オープンフィンガーみたいな感じで。はい。本当に野球さん飛ぶっすね、一発で。パンチやばいですからね、本当に面白いと思いますね。見に行きたいですよね。ですね。はい。見に行きたいですね。今度モハンさんに聞いてみようかな。見に行けないんですかって。あれどうなんですかね。観客とか入れてるんですかね。いや入れてないと思いますよ。多分入れたらまたちょっと。あ、そうですね。MTV でやった話なんですよね。そうですね。まあじゃあ結論。お、久しぶり。久しぶり。これ何度かいいですね、これ。閉まる、ビッて閉まるね。これはちょっといい、自分の顔を見た人は「クリさん結論!」とか言う。押すじゃなくて結論。押すじゃないんだみたいな。結論。オーソドックスかサウスポー見分けるには目を閉じて知らぬ間に誰かにポンって背中を押してもらって。出た足、1本目の足幅、それが自分の適切な構えです。やってみてください。やってみてください。また次回お願いします。